ヘフェルソン・ガブリエル・オレフ・エライス・キエルドは、エクアドル・エスメラルダス・ケンサン・ロレンソ出身の、同国代表サッカー選手。CS ・エメレク所属。ポジションは MF。インデペンディエンテデル・バジェの下部組織出身。2012年3月29日にトップチームで、初出場となる。2017年に、チームメイトのフニオール・ソルノサと共に、フルミネンセーフ C に移籍。 2018年シーズンに、ルジュキトに期限付き移籍し、リーグ制覇に貢献。2シーズンで公式戦、合計87試合に出場した。2020年1月10日、リーガ MX のケレタロ FC と契約。2020年7月23日より、バルセロナ SC へのローンでプレーしたが、スタメン出場は3試合に止まった。2021年1月19日、CS。 エメルクへシーズンローンとなり再び母国でプレーする。2016年10月6日に 2018FIFA ワールドカップ南米予選のチリ戦でエクアドル代表として初出場。1から2で敗れ本大会出場を逃すと首都キトで代表のチームメイトと共にパーティーに参加したとしてエクアドルサッカー連盟から追放処分を受けたと報道された。ありがとうございます。